ザッピーです。休み中失礼いたします。僕の方もね、ちょっと長い間ですね、更新を途絶えてたんですけれども、まあいろいろありましてね、本当にまあ、言ったらキリがないんですけれども、なんかね、こうドタバタしたのが、自分がね、長い間付き合ってる愛犬がね、こう本当に体調が悪くなって動けなくなってしまって、まあ老犬なんですけどね。まあ、ぶっちゃけた話、悲しみの中にね、ずっとこう、浸り込んでおりましてね。やっぱり嫌なもんですね。まあ、それで嫌なことが続くといえばですね、知ってらっしゃる方はね、いらっしゃると思うんですけれども、猫を一匹飼ってるんですね。もともと森の中にいて、もう飢え死にしそうな状態でいた猫だったんですけれども、まあ、なんとか保護しましてね。ずっともう10年ぐらいかな、飼ってるんですけれども、10年にはなんないですかね、長い間飼ってるんですけれども、それがね、また脱走しまして、また森に戻っていっちゃったんですね。まあ、この家にいるよりね、森の方が好きなのかもしれませんけれども、ああ、残念だなと思ってね、さよならっていう気持ちでいたんですけれども、まあ、2日ぐらいしたら戻ってきましてね、まあ、傷を負ったり、かなりね、縄張りの猫と格闘したのかどうか分かりませんけれども、声もね、こう弱々しくなっていて、帰ってきても水も飲まない、食事もしないというような感じで、でも2、3日したらだんだん元気になってきたんですね。まあ、そんなことがあったりですね、まあ、他にも言ったらキリがないんですけどね まあ、あくまでもプライベートなことなんで、まあ、言いやすいのはやっぱりね、ペットの話なんですけど まあ、困ったもんですよね。まあ、自分もいい加減完全なじいさまなんですけれども、まあ猫も犬もね、本当に年を取ってまして、まあみんなで力がある限り頑張ってるという満身創痍の状況でございますね。で、また始めてみたいんですけれども、まずですね、もう随分前になっちゃいましたけど、前回最後にやったサージェント・ペパーとアビーロードを比較するっていうね、まあ勝手な企画をやってみたんですけれども、たくさんのですね、皆さんのコメントをいただいて本当にありがとうございます。とても参考になりましたね。まあ、僕もこの2枚をね、どっちを選べって言われたら選べないんですよ。屁理屈をつけて、こういう角度はこっち、こういう角度はこっちというふうに言わないと決めらんないんですよね。だけど、やっぱり皆さんのご意見を見ても、やっぱりこういうふうに考えるとこっちの方がいいというね、そういう理由があって、まあ、理屈があって、どっちかを選ぶという作品なんだなっていうふうに改めて思いましたね。そのくらい双璧なんでしょうね。だけど、それにもしですね、リボルバーとか、まあ、ホワイトとか入れてったら、じゃあ、ね、もっともっと複雑になるんだろうなっていうふうに思って、まあ、ビートルズの作品っていうのは、結局どれとどれを比べてみても、一言でどっちの方が素晴らしいと、まあ好きだっていうのは言えてもね、こっちの方が素晴らしいと、どう考えても作品としては重要だとか、そういう言い方っていうのはなかなかできないんだろうなっていうふうに納得しました。皆さんね、やっぱりビートルズファンだと思うんですけれども、当たり前に、まあ、その方々が同じように考えてるということで、まあ、ビートルズっていうのはそれだけ名作をたくさん作って、みんなの心に同じように作品がですね、まあ、場所を占めてるんだなっていうふうに思いました。本当に面白かったですね。おそらくまたですね、近いうちそういう企画もやると思います 味を占めましてね、もう少しこう皆さんのね、ご意見を聞きながら進めるような企画をね、増やしてみたいなと思いました。はい。で、今日なんですけれども、こちらです。これはですね、今日の話なんですが、ポール・マッカートニーと比べてみたいベースプレイヤーということなんですね。まあ、ベースプレイヤーというと、有名なね、ローリングストーンという雑誌が、まあ、時々人気投票みたいな形で、やってますよね。で、上の方に来るベースプレイヤーっていうのは大体決まってると思うんですけれども、まあ、ポールが必ずしも一番上ではないわけですね。まあ、だけど、かなり上の方にはポールは常にいますよね。で、その中で今日はですね、単純にそのベースとして比べるんじゃなくて、そのベースプレイヤーでありながら、ポール・マッカートニーみたいなベースプレイヤーっていうのはいるのかなと、そういうふうな比べ方をしてみたいんですね。まあ、どういうことかというと、ここに書いておいたんですけれども、ポールはロック、ジャズ、クラシックのような、
要素まで登場する本当に幅広い多彩な曲を作曲してますよね。ロックだけじゃないですよね。だからベースプレイヤーでありながら作曲家でもあるわけですよね。それもとても多彩な曲を作ってるわけですね。で、ベースを弾きながら歌うこともできるんですよね。まあ実際ボーカリストですから、まあ、常に歌うわけですよね。まあだからただ単なるベースを弾いてるわけじゃなくて、歌えるボーカリストであるっていうことも付け加えるわけですよね。で、同じようにロック、ジャズ、バラードまでその声を今度は使い分けて歌いこなしてしまうわけですよね。まあ、ヘルタースケルターがあったと思えば、まあ、ハニーパイみたいなね曲もあれば、アイビルみたいなバラードもあれば、イエスタデイみたいなのもあるわけですよね。まあ、それぞれの曲に合わせた本当にかっこいいボーカルから綺麗なボーカルまでやっちゃうわけですよね。で、その上ですね、アコギがめちゃくちゃ綺麗ですごい上手いですよね。で、もちろんエレキギターも素晴らしいですよね。で、こんなね、ベースプレイヤーは他にいるんだろうかということなんですよ。ただ単にベースっていうことではなくて、ポール・マッカートニーみたいにここまで多彩でここまで、感動させてくれたベースプレイヤーってのは他にいたんだろうかと。まあ実際その上ポールは、まあ、ピアノであったりドラムもねやっちゃうわけでしょ。まあこの人は僕の中では唯一ポール・マッカートニーのそういう多彩な部分では比べられるベースプレイヤーで、大好きなベースプレイヤーでもあるんですね。ではご紹介しますこの人です。はい、グレッグ・レイクなんですよね。あのエマーソン・レイク&パーマーにいたわけですよね。まあエマーソン・レイク&パーマーっていうのはプログレッシブロックのグループで、まあその前に、まあ、有名なキング・クリムゾンっていうバンドにいたわけですね。まずグレッグ・レイクはですね、まあ、全然関係ないんですけれども、すごい甘いマスクなんですよね。まあ一言で言って美しい顔っていうんでしょうかね。まあ残念ながらね、亡くなってしまっていて、そしてまあ晩年はですね、かなり、太ってしまって、こういうね美しい美貌というのはね亡くなってしまったんですけどね。まあ余計な話から入りましたけれども、じゃ才能の部分を見てみると、この人当たり前ですけどベースプレイヤーですよね。で、ポールのようにピック弾きをするんですよね、主に。で、その上ですね、この人は当たり前ですけどボーカルも取るんですね。本当にうまいですね。バラードがとてもうまい。それからロックナンバー、まあ、ジャズっぽいボーカルも本当にうまい。この人は、ポールと比べても素晴らしい声 の持ち主で、それと幅広いジャンルを歌える人なんじゃないかと思いますね。シャウトなんてすごいかっこいいし、その上本人も言ってますけれども、バラードを歌わせると天下一品の美しい声があるんですよね。まあアコギでね弾き語りをした時のバラードなんていうのは、まあポールも本当にアコギうまいですよね。まあポールとは弾き方のジャンルはちょっと違うんですよね。あのこの人の方が若干クラシック的な弾き方をします。だけど双璧にと言ってもいいぐらいうまいですよ。大好きですね。下手なギタリストよりよっぽどうまいと思っちゃいますね。この展覧会の絵というね、作品の中に入ってる曲で、ザ・セージっていう曲があるんですけれども、もし聞いたことがなければ一度ぜひ聞いてみていただけると、そのアコギのうまさとボーカルの艶やかさに驚かれるんじゃないかなっていうふうに思います。で、そのセージという曲もですね、このグレッグ・レイクが作ってるわけなんですね。作曲能力も素晴らしいですね。もうたくさんこの人曲作ってますけれども、その全てほとんどがですね、やっぱり名曲と言ってもいいぐらい、こうメロディーも美しいし印象に残るし、でボーカルとマッチングが素晴らしいと。まあポールと比べるとね、やっぱりヒット曲は圧倒的にポールの方が多いですけれども、そのクオリティっていう面だけで見ると、決してポールとかけ離れたっていうことではなくて、競えるぐらいの素晴らしい才能を持ってんじゃないかと思ったことも僕はあります。まあなのでこの人はですね、作曲は素晴らしい、いろんな分野を作ります。で、歌の方もベースを弾いても歌えるわけですね。まあ当たり前ですけど、ベースを弾きながら歌うってなかなかできないですよね。それこそジャック・ブルースとこの人と、まあ、僕が知ってる世界では同じキング・クリムゾンのジョン・ウェットンとかね、まあ数えるほどしかいないんですよ。で、その上
アコギも弾くし、エレキギターも弾いてるんですよ。あのエマーソン・レイク&パーマーが終わった後に、ゲイリー・ムーアーとバンドを組んだことがあるんですけれども、その時はツインギターでやってましたね。エレキギターなんですけれども、うまいですね。だから本当にポールと同じように素晴らしい。まあただね、ポールの方はピアノも弾くしドラムもやるので、まあ、そこまでねカウントしてしまうとやっぱりちょっとだけ追いつかないのかもしれませんけれども、でも素晴らしいレベルだと思いますね。でこの人のベースをですね聞くときに、やっぱりこれもリンクを下の方に貼っておきたいんですけれども、キングクリムゾンのですね21世紀の精神異常者っていう曲があるんですけれども、おそらくほとんどの方知ってらっしゃるんじゃないかと思うんですね。名曲です。この中のベースなどはですね、まあ極めてアドリブセンスとメロディーセンスが輝いてますね。やっぱり自分で作曲をするベースプレイヤーっていうのは、往々にしてねベースを弾かせても本当にねメロディーが残る、頭に残るような綺麗なベースを弾くことが多いんですけれども、この人なんてまさにそうですね。アドリブでやっててもメロディーラインが浮き立ってくるっていうんでしょうかね。メロディーセンスのあるベースを弾いてると思いますね。まあ特に間奏の部分のベースはですね、本当に名演奏だと僕は思っております。まあ、ロックの幅を超えたこの人の才能が、あったからこそできるような演奏なんじゃないかなっていうふうに思いますね。その意味では、まあ、ポールとこの人というのはいろんな音楽の枠にとらわれないベースだったりボーカルだったりギターだったりができてしまうわけですね。その上そういった曲を自分で作ると、まあ、僕にとっては、まあ、ポールと比べるときにこの人を忘れることはできないんですよね。まあ本人が言ってるんですけれども、ソングライターとしてまあとにかく、まあ、歌は好きなんだと。で僕は自分はバラードを歌うのが好きなんだっていうことですね。でアコースティックギターを弾くのが好きなんだけれども、そういうバラードの美しい曲というのは自然にこう湧き上がってくるんだよなっていうふうにも語ってますね。まあよくわかります、ね、先ほどのザ・セイジっていう曲なんですけれども、アコースティックギターも本当に綺麗ですね。まあそういうことなんですけれども、まあ、この人以外にじゃあね、ポールとそういった意味で匹敵する比べられるような人が僕の中にいるかというと、まあ、先ほど言ったようにジョン・ウェットンかな。先にジョン・ウェットンもねすごいいい曲たくさん作りましたよね。バラエティに富んだ曲を作ります。グレッグ・レイクもそうですけれども、めちゃくちゃ変拍子もやれば転調した曲も作って本当にプログレの曲作りますよね。もともとはポールがそうだったわけですけれども、まあ機会があればそのジョン・ウェットンの方もね後で取り上げてみたいなと思うんですけれども、やっぱりいろんな音楽を組み合わせてプログレッシブロックっていうのは出来上がるので、まあ、ポールの場合は特に勉強しなくてもそういうのが自然にできてると思うんですけれども、彼らのようなねプログレバンドの場合はおそらく結構こう習得していって覚えていって取り入れてるっていうような気はしますね。まあ、そんな話をグレッグ・レイクもしてくれてるんでご紹介したいと思います。こちら、これはですね2012年のインタビューなんですけれども、プログレッシブミュージックとビートルズについて語ってくれてるんですね。プログレッシブミュージックというのはどうもインテリ気取って聞こえてしまうので好きじゃないんだけれども、ただそういう音楽はアメリカよりもヨーロッパの音楽の影響下にあった、まあ、その通りですよね。まあ、クラシックの影響を受けないとあれはできない音楽ですよね。で、それがプログレッシブミュージックの特徴だった。誰が先駆者となったのかといえば、おそらく原点はビートルズだったと。まあ、ジョン・アンダーソンというイエスのリードボーカルも同じ意見だということです。まあでもね、ビートルズが原点だっていうのはピンク・フロイドも言ってるし、ジェネシスも言ってるし、ほとんどのプログレバンドは言ってますので、これはもう事実ですね。で、ビートルズ、彼らはアメリカじゃない場所にも目を向けたと。まあね、もちろんジョージ・マーチンがいたからっていうのも大きいですけどね。で、ロックンロールはそれまではほとんどブルースかソウルからの流れだった。つまりアメリカの影響だった。別の場所に目を向けたわけだけれど、それはヨーロッパだったりインドにまで及んだ。つまりジョージ・ハリスンがインドに行ってその影響を持ち込んでプログレッシブな現代音楽となった。そこからモーダルのものが持ち込まれてきた
っていうふうに言ってるわけですね。まあほとんどの場合ですね、多くの音楽っていうのはモーダルよりもコーダルっていうんですけれども、あのコード、まあ、和音の変化の中でコードの変化の中で音楽っていうのは出来上がっていくわけですよね。まあ我々知ってる通り C から始まって Am に行って G に行ってとかね、そうなるわけですよね。だけどモーダルっていうのはそうではなくて、あのいわゆるスケールですね。まあ有名なところではリディアンとかドリアンとかフリジアンとかいろんなスケールがありますけれども、まあそういった音階スケール的な考えに基づくとコードっていう考え方から外れてくるわけなんですね。まあ例えばアドリブを演奏するときなんかはコードに沿ってアドリブをやるっていうのはよくある話なんですけれども、そうではなくて音階の中で使われている音を使ってアドリブ演奏をするみたいなね、そういった演奏の仕方っていうのはモーダルっていうことになってくるわけですね。コードを離れてしまうんですね。まあおそらくですけれども、先ほど言いました21世紀の精神異常者の感想の部分なんかでですね、聞かせてくれるアドリブ演奏なんかはこのモーダルというね演奏の仕方も取り入れられているようにも、まあ正確にコピーしたんじゃないので分かりませんけれども、まあ、そんな風にも聞こえなくはないですけどね。はい、それからもう一つなんですけれども、グレッグ・レイクがギターについて語ってくれてるんですけれども、これでもですねやっぱりビートルズの影響が見えるんだなっていうところがあります。こちらです。先ほど言った通りこのグレッグ・レイクはですねアコースティックギターがもう超達人なんですけれども、本当に綺麗に弾くんですけれども、このギターについて語ってるんですね。まずはこれ J200 というギブソンのギターなんですね。ですがこれ見てわかる通りジョージ・ハリスンのギターでもあるしジョン・レノンでも弾いてるんですね。で彼もこのギターを弾いてるわけなんですけれども、とても気に入っていたようです。 J200 はシンガーにとって歌い手にとって偉大なギターだと。大きくて迫力がある、音もパワフルだ、でも同時にとてもデリケートな演奏もできる、柔らかく穏やかなものからパワフルでチョッピーなコードまで演奏できる、だからピート・タウンゼントジミー・ページも使っているんだろうと言ってるわけですが、ジョージ・ハリスンは有名なところではこれアビーロードで使ってたわけですね。まあヒア・カムザさんなんかは確かこれで弾いていたと思いますので、この大きなねボディのギターで綺麗に弾くことができるわけですね。それからギターは面白い、どんなギタリストも言うだろうけど、ギターを弾いてみればどんなギターも一つ一つが異なっている、ギブソンの工場で価格の安いものを見つけてもそれを好きになったりする、理由はわからないがギターが訴えてくる、別の日にはジョン・レノンのものを手に取った、ね、シリアルナンバーは覚えてないがジョン・レノンのものだった。何なんでしょうねこの J160E でしょうかね。ジョンがよく弾いてたっていうとギブソンですからね。それを演奏するのはあまりに素晴らしかった、ビートルズの古い曲を思い出してしまった、わかるだろうけどとにかく素晴らしいサウンドだった。まあジョン・レノンまでもこう持ち出してきてやっぱり語ってくるわけですから、まあグレッグ・レイクの中にビートルズという音楽がですねもう血液のように流れていたんじゃないかなっていうふうに僕は思います。まあ以上なんですけれども、まあギターでもねそうだったですけれども、やっぱりこの人は才能が幅広いですね。でもう亡くなってしまったことがとても残念です。まあポール・マッカートニーとそういう多彩なもう才能を持っているという意味で比べられるギタリスト、すいませんベーシストとしてはこの人がナンバーワンじゃないかなって僕は思うわけなんですね。まあ今日は勝手ですが思い出とともに振り返らせていただきました。失礼します。